ここも実績のあるポイントですから。さすが実績ポイント。なるほど。なんだこれ、魚釣んなバカ。ダブルヒット。うすうす感じていたんじゃが、ヤミちゃんとヒノロ君のスタイル、明らかに釣り慣れしてやがる。サーモレンタルじゃねえ、マイロッドだ。自信があるから勝負とか言い出しやがったのか。富士まで用意しておかしいと思ったんじゃ。早く釣れ、ジジイ。弟子抜きになっちまうじゃねえか。貴様こそなんとかせい。おお、お主やりますな。いや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 、拙者はまだまだ、ヤギ殿こそ。なんだあの会話は。わしの知らんヤギちゃんじゃ。しかし同じ船でこうも釣果が違うわけがない。きっと竿の差が合ってとるんじゃ。竿の差浅はかですな。まあまあ素人さんですから、ここは寛大に。思ったより簡単だな。結構釣れるな。クソったりが、青木も木村もボクシング以外のことは器用にこなしやがる。おお、来た来た来た。よし、出ぞ高村。見さらせボケども。高村殿。うわ、何やっとるんじゃこのバカ者が。うるせえタコ坊主、取り込んで魚持ってこい。タコ殺伐としてきた予感はしていたんだけど。そんなにあってヒーローつって度肝抜かしてやる。来いクジラ。揺らすなバカ。高村さん、暴れないでください。うるせえ、やめてください。中村さん、来い来い。うわ、なんと本当に来た。俺様天才。でかいぞ、慎重にな。逃がしゃしねえぜ。食いてきた。しましまの魚だ。ごぼう抜きしてやる。なんだ今のは、青木だったような。バカ野郎、あんたが落としたんだ。